はい。宮城さん、ご紹介をくださりありがとうございます。また、あの、今回、超講調会を開催くださりありがとうございます。このような発表できること、大変ありがたく思います。えー、本日は、えっ、ー、と、私の博士論文に関する研究で、えー、ホスピン即座を有する、ホスピニ、ホスファベンセン金属錯体に関する研究という題目で発表させていただきます。金属錯体は科学において非常に重要な科学種であり、触媒、あるいは物性応用の点で広く用いられております。 金属錯体の金属中心の性質を制御する上で、廃子というものが非常に重要な役割を果たしております。例えば、金属中心の電子状態を制御したり、あるいは金属の周りの立体状態を制御したり、といったことが可能となります。この金属と廃子の間の相互作用は2つに分離することができます。 多くの排紙は、排紙上のシグマ気頭上の電子、あるいは非共有電子対を金属の空の D 気道へ供与することにより排位結合を形成します。こちらをシグマドネーションと呼びます。一方、一部の排紙は、金属上の電子を、排紙のパイスター気度へ供与するといった電子的作用作用が存在します。こちらを排逆供与と呼びます。排逆供与を示す代表的な排紙として、カルボニル排紙、 ニトロシル廃止あるいはイソニトロエル廃止が知られております。これらの廃止を持つ作体は、例えばヒドロホロミル化などの触媒の中間体として存在したり、非常に電子豊富な金属中心を安定化したり、MLCT を介した発光を示したりといったことが知られております。このように特異な性質を示すパイ逆球を示す廃止ですが、これらの廃止については、可能音化が困難、ないしは不可能である。 という問題があります。そこで私は、フイ酸イ性排子として、ホスピリン、ホスファベンゼンに着目しました。ホスピリンは、ピリジンの N 原子をリンに置換したアナログであり、1966年に、こちらに示すように、ピリリウムに対してこちらのホスフィンを反応させることにより、初めて合成されております。ピリジンと比較した場合に、ホスピリンの最大の特徴は、ルモの電子順位が低いことになります。このため、 ホスピニンが金属に配置した場合、フィリシンと異なり、非常に強い逆共有を金属中心から受けます。一方で、非共有電子対はほぼマイナスにまで潜ってしまっているため、シグマ共有に関しては弱くなっています。これらの性質はカルボニル配置と類似しております。そのため、ホスピニンはカルボニル配置の代理体として利用できるのではないかと考えました。こちらに、ホスピニンがパイ酸性を示すような事例をお示しします。例えば、 え、パイ酸性により金属中心の電子密度が減少しますので、こちらに示すヒドロホルミル化などの反応を加速することができます。例えば、こちらに示すチレンのヒドロホルミル化ですと、ホスピニ排出を利用した場合に、トリフェニルホスフィンの4倍、トリアリルホスファイトの2倍の TOF を示すことが報告されています。また、バイフィリックの反応性に関しても報告されており、こちらに示すパラジウム作体では、メタノールの嗅覚攻撃を臨場で受けたこちらの化合物が生成しております。 また、CO2 と金属排子あ、失礼しました。CO2 を金属排止共同的に活性化することにより、こちらに示すようなカルボニル錯体が得られることも報告されております。このように、興味深い反応性を示すホスピニン錯体ですが、シグマ供与が弱いために金属中心との結合が弱いという問題がありました。本研究では、ホスピニンが反応期化可能であることを利用し、こちらに示すように、 ホスピン速座を導入しました。ホスピン即座の強い範囲により、ホスピニン廃止の範囲を安定化します。これにより、ホスピニンのパイ酸性に基づく反応性をさらに開拓できるのではないかと考えました。ホスピニン酸素範囲はこれまでにもこちらに示すような報告がありますが、これらについては主に錯体の合成のみが報告されておりました。こちらに私の博士論文の内容を示します。 まず、こちらに示すホスピニー酸座配種を合成し、種々の金属について反応性を検討しました。例えば、ロジウム・イリジウム錯体に対して酸素酸化を行うことにより、メタラベンゼンへの変換を生み出しました。また、こちらに示すような、非対称な過橋構造を持つロジウム錯体についても合成いたしました。最後に、こちらに示す銀ホスピニー錯体を合成し、ラムダ5ホスピニーへの変換を検討しました。 まず、酸座配子の合成について述べます。ホスフィン、ホスフィニン、ホスフィン酸座配子には、気泡のホスフィン、ホスフィニン1の s n r 反応により、えー、合成しました。引き続き、イリジウム、ロジウム全体と反応させることにより、対応する錯体を良好な収率で得ました。これらの錯体については、各種 n m r 測定、並びに X 線結晶構造解析により同定いたしました。 こちらに示すように、新規ホスフィニン酸座配子に、並びにそれらの錯体が合成されました。今回新規に合成したホスフィニン配止について、パイ酸性を検討しました。酸座配子については、先行研究でニッケルトリカルボニル廃止の CO 伸縮を用いてパイ酸性が評価されています。その結果、こちらに示すように、トリフェニルホスフィニンはトリフェニルホスフィニンよりも高いパイ酸性を示しており、 ホスファイト類よりと同程度のパイ酸性を示しております。今回合成した、えー、ホスフィニン酸素排子について、コバルト鉄のカルボニル作体を合成し、同様に使用伸縮を評価しました。その結果、類似のトリスホスフィニン作体と比較した場合に、30から40センチメートルインバース程度波数が増加しており、これはホスフィニンのパイ酸性により金属中心の電子密度が減少したことを示しています。このように、 今回合成したサン座ホスピニン配身についても、炭座と同様のパイ算性を示すことが示唆されます。ここまでで合成した金属錯体の反応性を検討する中で、ロジウム、イリジウム錯体の酸素酸化を行った場合に、メタラベンゼンへ変換されることを見み出しました。次のページよりこちらの反応について説明いたします。メタラベンゼンは、ベンゼンの CH 部分が繊維金属フラグメントに置換された化合物群です。 金属の D 軌道が π v に協約すること、また高い方向属性を示すことから興味を持たれています。これまでにこちらの青で示す元素についてメタラベンゼンが合成されています。これらすべてのメタラベンゼンについて、金属中心の酸化関係を含んだ合成が行われています。例えば、こちらに示す例では、シクロプロペニルエテニルイリジウム錯体の酸化的負荷、 相互の異性化により、イリタベンゼンを合成しています。しかし、同様の反応をロジウムで行おうとした場合、対応するロダベンゼンは得られず、こちらの中間体で反応が停止することが報告されています。このように、メタラベンゼンは一般的な合成法を書いており、金属のスコープを広げる上で新しいメソッドが求められます。本研究では、 こちらに示すホスピニ・ロジウム・イリジウム錯体の酸素酸化により対応するイリダベンゼン並びにオダベンゼンを得ました。まず、イリジウム・ホスピニ錯体3に対して上圧の酸素を反応させたところ、対応するイリダベンゼン5番の結晶が自発的に生成しました。結晶の X 線結晶構造解析の結果をこちらにお示します。こちらに示すように、 本来方向化に含まれていたゲン子が酸化とともにイリジウムと入れ替わり、リリダベンゼン管が形成されていることが見て取れます。また、結合値を見ますと、ほぼ対称な分布となっており、結合交体に関しては小さく、イリダベンゼンの方向属性を示唆しております。また、イリジウムを含む平面がペンタジエニル平面から17度程度浮き上がっております。 こちらの値については、一般的なメタラベンゼより高くなっておりますが、これは、えー、ホスピンの肺により、歪、え、み、ー、があったためであると考えております。一方、同様の反応をロジウムで行ったところ、こちらに示す、ペンタジーニルロジウム錯体が得られました。こちらの構造は、過剰量のトリフルオ,ロオラをでトラップした後、NMR 及び X 線形状構造解析により同定いたしました。 こちらに示すように、リン原子については酸素により酸化されておりますが、イリジウムの場合と異なり、リンと金属中心が入れ替わる挙動に関しては見られませんでした。これらの反応性は次のように説明することができます。まず、イリジウムからの場合について、オスピニンがイリジウムで活性化されることにより酸素酸化が進行し、こちらに示す5化リン化学種が得られます。 リンゲ原子の参加により CP 結合の反応性が向上し、リジウムによる CP 結合の切断が起こります。次のページに示す理論計算の結果より、こちらは競争的に進行していると考えております。その結果、こちらに示すイリタベンゼン管が生成します。最後に、残った PO2 リガンドの異性化、並びに利用化により、イリタベンゼン5番が得られたと考えております。一方、ロジウムの場合については、 酸素酸化は同様に進行し、こちらの5リン化学習を与えたと考えておりますが、引き続く CP 結合の切断については、ロジウムの酸化から5回の酸化を伴いますが、こちらはロジウムに関しては困難な過程であると、あるため進行しなかったであるのだろうと考えております。そのため、イータ1ハイから異性化を起こし、イータ5ハイになった作体6番が得られたと考えております。このように、ロジウムの高い酸化状態がロダベンゼンへの変換を妨げていったことから、 え、ロジウム中心を還元することにより反応が進行することではないかと考えました。また、先ほどの議論については、理論ペーサーによりもサポートされております。エリジウムの場合について、対応するモデル作体からエリダベンゼンへの変換を計算したところ、こちらに示すように、え、ステイン状態のエネルギーが 9.8kcal リーパー o ルとなり、子孫で十分進行する活性化障壁で反応が進行すると考えております。 一方、ロジウムに関しては、こちらに示すように、2 7 2キロカロリーパーモルの反応障壁となっており、反応の進行がイリジウムと比べて困難であったと考えております。先ほどの議論より、ロジウム中心を還元することで、オダベンゼンが生成するのではないかと考え、対応するコスピンロジウム作体を酸素酸化した後、過剰量の金属カリウムで還元する反応を試みました。 その結果、こちらに示すロダベンゼンジアニオン8番が非常に良好な手術で得られました。こちらの構造は各種 NAMR 測定、並びに X 線結晶構造解析により同定しました。こちらに示すように、リンとあ、失礼しました。こちらに示すように、炭素を含む方向間の中にロジウムが取り込まれ、またカリウム2原子がコンタクトしていることが見て取れます。 こちらの合成は、私の知る限り、ロダベン制の合成例としては初の例となります。続いて、非対称な架強を持つロジウム二角錯体の合成についてご説明いたします。カルボニル配子は、しばしば2つの金属中心を架強することが知られており、その一部に関しては、こちらに示すように、非対称な架強様式を示すことが報告されています。 すなわち、電子不足な金属中心に対して、非き寄電子体がシグマ共有するとともに、電子豊富な金属中心から、パイスター軌道へのパイ逆共有が起こります。その結果として、こちらに示すように、2つの金属中心の電子的環境が異なる作体が得られます。ホスピニンに関しても、同様の配位形式が報告されております。しかし、これまでの報告例では、こちらの作体のように、 二つの金属中心の電子的環境が等価になっているもののみが報告されています。今回私はこちらに示すように、二つのロジウム中心の電子状態が非等価となるようなロ,ダビあ失礼しますロジウム二角錯体を合成しましたので、その結果について報告いたします。ロジウム二角錯体は、 こちらに示す、ホスピニン酸素削体9番に対して、ロジウム全区体を反応させた後、ソチウムナフタリンズで還元することにより合成しました。こちらの構造は、各種 NMR 測定、並びに結晶構造解析により同定しました。こちらに示す、x 線結晶構造解析の結果のように、ホスピニンが片方のロジウム原子に対して偏ったような、非対称な架強様式を示しています。また、非対称な架強様式は、リン NMR によっても確認され、指されており、 こちらに示すような複雑なカップリングカプターンを示しております。こちらに示すように、2つのホスピニン管がロジウム1原子に対して傾いたような構造をとっており、また、ロジウム1中心のタウーパラメータは0.83となっております。このことから、ロジウム1中心は正四面体型であると考えて、正四面体型と言えます。一方、ロジウム2のタウーパラメータは0.39であり、歪んだ平面四角形構造をとっております。 このことから、えー、ロジウム中心の電子状態に関して次のように説明することができます。すなわち、平面四角形構造をとるロジウム中心は、えー、平面四角形を好むロジウム一下であり、正、え、四、ー、面体型構造をとるロジウム中心は正四面体型を好むロジウムマイナス一下のキャラクターを有すると考えています。えー、そして、 電子豊富であるロジウム -1 中心からホ、えー、スピニンのパイスター軌道への電子共有があるためにホスピニンが傾いた構造になっていると考えています。先ほどの議論は、えー、ロジウム中心が m l 2 g 2型の、えー、削体であると言えます。そこで m l 2 g 2型の、えー、モデル削体としてこちらに示すロジウムジホスピンジボラン削体の、えー、構造を計算しました。 その結果、こちらに示すように結合格、並びにターフォーバラメータが類似した構造が得られました。このことから、先ほどに示す電子構造のように、ロジウム、電子豊富なロジウム1中心が、ホスピニのパイスター軌道へ電子を供与するような構造であることが示唆されます。また、ロジウムの価数について知見を得るために、XPS 測定を行いました。 その結果、フィッティングを行ったところ、2つの電子状態を持つロジウムが削体中に存在することが示唆されました。また、バインディングエナジーを比較したところ、バインディングエナジーの小さなロジウム中心については、モデルのロジウムマイナス1価よりも低い値となっており、ロジウムマイナス1価であることを示唆する結果となりました。一方、高いバインディングエナジーを示した本については、ロジウム1価とコンパラブルな値となっており、このことからロジウム1価であると考えております。 このように、XPS 測定の結果からも、ロジウムマイナス1下、ロジウム1下を含む錯体であることが示唆されます。また、理論計算から、ロジウムとホスフィニンの間の相互作用を見積もりました。NBO 解析を行ったところ、こちらに示すように、ロジウムの D 軌道からホスフィニン上のリンの P 軌道へのドネーションが見られました。また、対応する相互作用は、ホモマイナス42ボンディングオープタルとして、 主にアンチモーニングオープタルとして見られ、このことからもこちらに示すロジンマイナスティッカからコ、えー、スフィニーのパイスター軌道への逆共有が見て取れます。最後に、溶液中での構造に関して知見を得るために理論計算を行いました。ガスピースで計算を行ったところ、えー、こちらに示す二角結晶状の二角の構造が、えー、安定な中間体として得られました。一方で、 対象な構造に関しては、線状態でのみ計算することができました。また、IRC 計算を行ったところ、こちらの線状態は、こちらに示す二角削体のフリッピングに相当するものであることが分かりました。こちらの活性化エネルギーは9 0キロカロリーパーモルであり、室温で起こることとは矛盾のない結果となっております。実際に、プロトン NMR を温度下辺で取ったところ、こちらのフリッピングに相当するピークの分裂が見られております。 最後に銀作体の合成とラムダ5ホスピニン作体の参加についてご説明いたします。11属ホスピニン作体は MLCT による発光を示すことがこちらの同作体などで知られております。また、ホスピニンを参加し5価のン中種を持つようなラムダ5ホスピニンについてもパイパイスター繊維による発光が報告されております。本研究では、11属金属を ラムダ5ホスピニンを同時に含む作体を合成した場合にどういったことが起こるなだろうかということに着目しました。同ホスピニン作体に関して酸化、えー、が以前試みられておりますが、こちらに関しては金属中心の乖りが起こり対応するラムダ5ホスピニンが有利で得られることが報告されております。本研究では銀作体を合成し、その酸化を行いました。また、 こちらの合成した銀錯体について、溶液中での並行が見られましたので、こちらの解析についても行いました。ホスピニン銀錯体は、えー、ホスピニン酸素排子9番に対して、テトラフロール放酸銀を1通りを作用させることにより、定量的に得ることができました。こちらの二角の構造に関しては、各種エネマラ測定、並びに X 線結晶構造解析により同定しております。 こちらの x 線結晶構造解析は、溶媒をオルトジフロロベンゼンペンタン系によって行っておりますが、再結晶溶媒をアセトンペンタン系に変更した場合に、こちらに示すような単核作体の構造が得られました。このことは、こちらに示すオスピニン二角作体11番が単核作体11プライムと平行にあることを示唆しております。 単角と二角の平行に関して知見を得るため、濃度を変えた n マル測定を行いました。その結果、低濃度域では11プライムに相当するピークのみが観測されましたが、濃度を上げるに従い、二角の11の割合が増えていくことが観測されました。濃度を増やすごとに二角作体が見える傾向は、シャトレイの原理とも合致しており、このことからも単核作体11プライムと二角作体11の間に平行があることが見て取れます。 また、オスフィニー作体11プライムは、溶液中で傾向を示すことが知られ、傾向を示すことが分かりました。また、こちらに示すように、傾向の波長は、塩化メチレン中では491ナノメートル、アセトニトリル中では573ナノメートルとなっており、ソルバートクロミックな振る舞いが発光について見られました。最後に、 単核銀削体11プライムに関して参加の反応を行いました。単核削体11プライムをヨードベンゼンジアセテードで酸化したところ、こちらに示すアセトキシメチルホスピニン削体12番が得られました。また、同様の反応をモルフォリンの存在下で行ったところ、ジモルフォリニルホスピニン削体13番が得られました。これらの構造に関しては各種ネマル測定、並びに X 線結晶構造解析により同定しております。 このように、銀中心を保ったまま、ラムダ5ホスピニン作体をあ、失礼しました。ラムダ5ホスピニン価格種を得ることができました。最後に、こちらの構造について発行を確認したところ、こちらに示すように、12番、13番については、元の作体11プライムよりもブルーシフトした傾向が見られました。TDDFT 計算の結果より、こちらの発行は、パイパイスター繊維によって起こったものであると示唆されています。 11プライムが MLCT によって起こったのに対し、12、13に対しては通常のラムダ5ホスフィニーと同様、ハイパイスター繊維で発行したものと考えております。以上をまとめます。本博士論文研究で私はこちらに示す新規ホスフィニ酸素配子を合成し、新たなパイ酸性の振る舞いを開拓しました。最後に本研究は指導教員である野崎京子先生。 並びに、楠くすもと修平講師の指導のもとで行いました。この場を借りて感謝申し上げます。また、二つ目の説で、えー、話しました、ロジウム二角作体については、えー、岡部清澄君と一緒に研究を行いました。彼にもこの場を借りて御礼申し上げます。えー、最後に、えー、一緒に研究を行ってくださった野崎県のメンバー、並びに、えー、学術振興会に関しても感謝申し上げます。ありがとうございました。 最後になりますが、私は今、11月1日より、筑波大学数理物質系科学域の笹森研究室で助教として研究をさせていただいております。今まで作体を扱っていたんですが、こちら、えっと、典型元素の研究室でして、えっと、ちょっと新天地で慣れないことも多いのですが、頑張っていこうと思いますので、今後の活躍にもご期待いただければと思います。以上で私の発表を終わります。ご清聴くださりありがとうございました。はい、ありがとうございます。 えとそれでは質問ということで、えー、とあ一瞬なんか YouTube で見えて消えちゃったんですけど、あのイリジウムの酸素のところでな溶媒変えてるみたいなのがあったんですけど、はい、それ実際ど,どうなっなんか条件的に溶媒を変えている、あロジウムからイリジウム、イリジウムからロジウムで溶媒変えてるところですかね。はいはい、ああ、多分そうだと思います。あこちらは 特にあと意図はなく、本質的な問題ではないと考えているんですが、えっと、トレイエンまあ、まあ、と意図はないですが、あのこちらの反応が NMR スキルでのみ行っていたので、えっと、重便前中で反応を行ってまして、その関係でベンゼンになっています。おそらくトレイエンに変えても大きな差はないんですがあの、発表中で述べましたように、こちら、自発的に結晶化する反応なので、ちょっとそこが怖くて、ベンゼンから変える反応は行っていないという状態です。 ありがとうございます。あとあじゃあセッカーはお願いしますはいありがとうござい。ます不思議な分子だなって。<laughs> <laughs> 不思議なあ。すごい分子だなって思われてるんですけど、僕はやっぱ最後のところが気になってて。はいえっと、最後の発光スペクラムで、えっと、まず<あ>、あ,はい、あの、MLCT かどうかってどう確認してるんですかあこちらは、えっと、計算で軌道を見ている。 例えばこちらなんですが、これが、えっと、単核、参加する前の銀作体11番の TDFT の結果で、こちらに示すホモから、えっと、ルモイド繊維によって発光が起きているんですが、はいはい、こちらが銀を中心とする軌道になっているのに対して、はいはい、銀とホスピンを含む軌道になっているに対して、こちら側は完全にホスピン状。 にえー、と密度が集中した軌道になっているので、このことから銀から、えー、ホスフィニンへの電子移動によって起き、えー、たものであると考えています。なるほど、なるほど。えっ、ー、と、それがあの、ちょっと構造変わったらパイパイスターに変わるじゃないですか。あはい、こちらとかです。えー、理由とかかかりますか理由はおそらくなんですが、こちらだと,、えー、とホスフィニンの P 軌道。 どの相互作用とか、はい、コスピニンジョの、えー、とリンのピーキドなどの相互作用が残っているので、えー、と相互作用できたものがこちらに参加した場合には、えー、とリンのピーキドはもうあの上のモルホリンやアセテイトなどで潰されてしまっているのでそれで相互作用に大きな変化が生まれてしまったのではないかと現状は考えています、うん、これ、溶倍変えってもそこは変わらないですか何もああ<ー>、はい、塩化メチレンとアセトニトリルでしか試してないんですがそちらに関しては、はい、えと挙動は変わってないですなるほどありがとうございます、はい ますぶっちゃんに行ったところであの、メタラベンゼンの発光って、なんか見られてはないんですか、はい、発酵かあるいは、まあ、吸収でもいいんですけどあ、はい、えっと、イリタベンゼンに関してはえ、溶解性が悪くて、急行<ー>、えっと、や発酵の挙動は見られていないんですが、ロダベンゼンに関しては、急行のみは観測してます。<おー> <laughs> 結構濃いですね。箱に関しては、確認をしたんですが、見えてなくて、データは急行のみという形です。非常にプシロが濃くて、これ、かなり測定には苦労したんですけど。いや、すごい、確かに。これ、ピークが何個かあるこれ、どういう。はい。えっと、いくつかの繊維に対応しているんですが、すみません、こちらちょっと TDDFT の起動を持ってくるの忘れたんですが、この辺に。 いくつかの倍軌道があるので<ー>あの、そこからその間の繊維がいくつか存在するために起こっているものと帰属しています。じゃあもうなんか教育系は割れてて何,何分しかがシステムにあるみたいなイメージなんですかね。ああ<ー>、全部が教育してたらピークがあんなに割れるのかなっていう。ああ、確かにおっしゃる通りですね。 わああからないですかあすいません。はい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 。 あ、これはあの、脱炭酸によるものですね。あ、そうい脱炭です、ね、こちらじゃなくて、気候、確定ではないんですが、理論計算を,、ねうん、を一部行って、と反応気候が解析してまして、えー、まずこちらで示すように、アセテトができた、うん、あ、すみません、こんなような。 ジアセテート作態ができた後で、臨場で脱炭酸が起こるのはよく知られているので、臨場で脱炭酸が起きてメチルになった後で、メチルがマイグレートして、メチルが生えたような構想になったのだと現状は考えています。<laughs> この反応もこの反応だけでなんか面白いですね。なんか <laughs> そうですけども、なかなか解析が難しくて、ちょっと今回は横に書くだけで形になりました、ね <laughs>。ありがとうございます。他、何か質問される方いますかね。 僕も気になるんですけど、あのいやそ最初のなんか酸素で変わるっていうのがあったんですけど、裏を返せば結構他の作体は酸素入れるとやばいっていうふうな感じなんですかね。えっと、最後のセクションに出てきた銀作体はこれ空気下で生成してましてあ、ねあの、全部空気安定です。ただ、他の作体に関しては少し怪しくて、例えば。うん 同様の反応を他の作体で行おうとしたことがあるんですけども、グ <laughs> テニウムは2価であっても、エネマルサイレントの何らかのスピーシーズに分解しているというのが分かっています。<laughs> <ん>また、菌に関しても、カチオン性にしてしまうと酸素酸化を受けて、あの1価であろうとあの、このような変換をいくということが分かっています <laughs>。入れ替わりはしないんですね。<laughs> 入れ替わりはしないです。で、菌は1価に保たれたものなんですが、おそらく菌によって活性化されたホスピニンが酸素と反応してしまうのだとの考えています。普通のホスピニンは反応しないんですか あしないですえっとこの炭酸の作体は空気化であ炭たじゃないですえっと金属生えさせる前のこのピンサーはシクロヘキシルフェニル問わず両方空気化でカラもをかけて生成してますシクロヘキシルでも持つんですねうん持ちますあただえっとクルードだと分解してしまうんで最初から保護してから<ー>脱保護した後のものは空気安定であす、ね、ああなるほどなるほどなるほどはいありがとうございますあとあそうなんか結構ピンサーなんか大 えっと、二角錯体がどうしてもできちゃうのかなと思ったんですけど、なんか今見ると結構、はい、あの条件考えれば、えっと、一角の錯体も取れるって感じなんですかね。二角はえ、そうですね、金属によるんですが <laughs> と、二角を組んだことがあるのが D 点金属ぐらいで、他は大体単角を組む結果にある。あ いろいろやられてるだけでってことですねそうですねあのこちらの次のスライドでもそうですが大概の金属では、ね、対応する前区体と加えると<ど>単角になる傾向が強く二角になったのを見たことがあるのは先ほど示した銀錯体、ロジウム錯体あと <laughs> えっとニッケルのゼロ化などですね<ー>基本的には単角を組む傾向が強いと思いますなるほどなるほどありがとうございます、うん、なるほどはいじゃ なければそろそろなんですけど、はい、そうですね。じゃあえっとここら辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。